こんにちは。今日はだいぶ前にインスタグラムで質問を募集したんですよ。それに答えていきたいなと思います。だいぶ時間が経ってしまって、もう質問した方も自分が質問したなんてことを忘れてると思いますが、募集したからにはやりたいのでやります。結構たくさんもらったし、たくさん答えたいなと思って、なので2個に分けたいなと思って、日常編と、あと結構結婚についての質問があったので、結婚についての質問2パターンにしたいと思います。今回は日常編を答えていきたいと思います。スタート。みなるんが最近これ一番好きとかハマってるものを教えてほしい。私はTikTok 見るだけやってるんですけど、見る線でやってるんですけど、 TikTok のわーちゃんにハマってます。可愛いんですよ、男の子で、3歳ぐらいの男の子かな。見てみてください。最近一番感動したドラマ映画は何ですか？タイタニックです。おすすめの漫画教えてください。呪術廻戦、ネットフリで新しいのが始まったので、それを見て止められなかったので、私は漫画を最新刊まで見ました。パッと思い浮かぶ今やりたいことは、バーベキュー。もう秋になっちゃったけどバーベキューやりたい。最近ハマってる息抜きは何？ずっとなんですけど、私今福岡に住んでるんで、東京に帰って東京のお友達と会うこと。福岡の美味しいご飯屋さん教えてください。ランチとかで行くんだったらピエトロ、パスタ屋さん、あのドレッシングのピエトロのお店で、夜ご飯だったら私は慶州っていうところが好きです。もつ鍋は味噌派ですか醤油派ですか？醤油です。これは元 AKB の小林まりなちゃんがしてくれた質問です。本人も忘れてるでしょう。今年の夏の思い出は、舞台の呪怨に出たことと、この1個前に出したホテルにお泊まりしたこと。みなちゃん舞台頑張りたいって言ってるけど、ミュージカルは興味ない。歌ってるみなちゃんも見たいミュージカル超いいなって思うんですけど、私歌が本当に下手だし苦手だから、なんか踊りたいなと思う。でもね、できたらやりたいですよねと思ってる。でも実力がない。今後やってみたい舞台の内容や演じてみたい役柄があれば教えてください。いや、これも一緒、本当。歌には自信ないけど踊りたいなっていう願望は出てきてます。ファンの方にもらったプレゼント全部嬉しいと思いますが、印象に残ってたり特に嬉しいプレゼントは？いっぱいあるけど、手作りのものとかアルバムとかすごい嬉しかったんですけど、やっぱりコストコの大きなクマをもらえたことですかね。たまにはファンの人たちのことを思い出したりする？私多分結構思い出してますよ、皆さんが思ってる以上に。みんなが思い出してるかわからないけど。アイドル時代に一番大変だったこと教えてください。もう今思うとやっぱ謹慎以上の何者でもないかもしれない。レッスンで大変だったとかいろいろね、今までは元気の時言ってましたけど、いやもうトータルで考えたらやっぱ謹慎です。小学生の時に古柳葉の絡みが大好きでした。古柳とのエピソードで面白いものを教えてください。面白いことは分からないです、一切覚えてないんですけど、でももうずっとくだらない遊びしてた。本当におままごとぐらいくだらない遊びを20歳超えた大の大人3人で遊んでました。その遊びに入れてくれた古柳に感謝してます。ありがとう。あやめろを K2 リーダーに選んで特に良かったことは何ですか？私が選んだわけじゃないんですけど、まあでもリーダータイプじゃない子だからきっと大変なんですけど、でもすっごく素敵な子だから、なんかこうリーダーになったことで自信の一つになってたらいいなって思って応援してます。元 SKE メンバーで女子会をやってほしいです。カオタンとかキンちゃんとはよく会うんですけど、他
ンバーともちょこちょこ会ってるんですけど、大人数では集まってないので、ね、集まれたらいいですよね。 YouTube でダンス企画をしてるメンバー多いですが、 SK のダンスはまだ踊れますか？どうだろう、手振りくらいだったら、それぐらいだったら踊れます。七瀬丸をしていた時代もありましたが、最近の推しはいますか？ああ、でも本当 SKE は本当に卒業してからファンになって応援してるんですけど、ゆうねちゃん、原ゆうねちゃん可愛い。みならお疲れ様。今後ファンイベントする予定あったりしますか？あります。ゲーム実況とかは今後やりませんか？してます。見てね。みなるは目代わり何か買ったりしますか？これも多分目代わり前の質問なんですよね。私は目代わりでこれを買いました。ジョンセンムル。ぼやけ。これ。みなるの最近おすすめのコスメ、スキンケア教えてください。マジこれ。このクッションファンデ超いい。あと、これも買ったラゴムの洗顔もいい。来年から一人暮らしなんですが、不安で一番大切なことを教えてください。マジでこれは寝坊しないこと。誰も起こしてくれないから。マジで一人暮らし、寝坊だけ気をつけて。福岡での生活には慣れましたか？はい。めちゃめちゃ慣れました。慣れましたってか、まあお家にいるのでね、基本的に頑張って生きてます。福岡でもし見かけたら声かけても大丈夫ですか？え、かけてください。もうどんなにボサボサでも、どんなにブサイクでも声をかけてください。ただね、写真撮れないんで、握手はできるんですけど、写真とかサインはできないので、ちょっとだけ仲良くおしゃべりできたらいいなと思います。東京、名古屋、福岡と住んでみて違いを感じたことがあれば教えてください。気候でも食べ物でも土地柄でも。東京は便利で名古屋は落ち着いて、福岡は便利さもあって落ち着くこともできるって感じかな。私の個人的な見解です。バカレアからミナルンファンになりました。今だから話せるバカレアの裏話あったら聞きたい。これよく聞かれるんだけど、朝現場に行って喋ることもなく撮影が始まり、喋ることもなく撮影が終わり、また次の日も同じ繰り返し。まあでも本当に学校みたいな感じでした。撮影中も本当に教室ので撮ってたんで、すごいなんか男子と女子で分かれてるって感じは本当にめっちゃ学校って感じでした。逆にファンに聞きたいことはありますか？元気ですか？私のこと好きですか？まだ覚えてますか？休みの日に何もないとひたすら寝てしまいます。おすすめの過ごし方ありますか？私は逆に外に出かけて友達と過ごす時間がいい意味でのリフレッシュになるので、忙しかったらお家でゆっくりするのもいいし、好きなように過ごしたらいいと思うよ。ちょっと疲れてるんだと思う、このひたすら寝てしまうというのは。彼女がもらって喜ぶ誕生日プレゼントって何ですか？みなるは何をもらったら嬉しいですか？自分の好きな人がいっぱい考えて買ってくれるっていうのが何よりだと思うので。ちなみに私は聞く派です。何欲しいって聞く派です。聞いた方が欲しいものあげられるし。頑張れ。日常で感じる小さな幸せは、お風呂入った後いつも幸せです。みなるみたいにずっと明るくて可愛い人でいたい。でも辛くなった時とかしてる？辛い時いっぱいありますよ。昨日とかも朝めちゃめちゃ辛かったし、常になんか自分の中でベストなメイクをして外に出かけるようにしようとか、なんかそういう風になんか自分のこうやっぱメイクとかでモチベーションを上げるのは大事かなって思いますね。自分をちょっとこう上げてるかな。あとは私はもう全部辛いことがあったら旦那さんがいるので旦那さんに全部話します。今までは全部それお友達だったんですけど、今お家に旦那さんがいるので辛いこともう全部、出来事じゃなくて感情も全部話して消化します。今更ながら皆さんの魅力に気づきファンになりました。私のこれを見ておけというのはありますか？私のファンになる人が今いるの？ありがたいね。まあでも
過去の動画はいっぱい転がってると思うので、それを見ていただきながら、まあ基本的にインスタと YouTube を更新頑張っていくので、それを見てもらって、でファンクラブ、余裕があったらファンクラブの仲間になってくれたらもうバッチリだと思います。みなるんがこれからの活動で見てほしいポイントと、ファンの人に期待すること、なんか何かをした時にやっぱり一緒に楽しんでもらいたいなと思いますね。1年の中で何回かこう舞台をやったりした時は舞台一緒に楽しんでほしいなと思うし、イベントがあったらイベントしてほしいし、それこそ YouTube を開設した理由は日常をみんなに届ける目的だったので、 YouTube の日常の私もしっかり見てもらって、まあ、配信とかはファンクラブでやったり、ゲーム配信やったりとか、今まで結構みんなと空白の時間が空いてたりしたと思うんですけど、それをなるべく私もこう YouTube だったりインスタだったりとか、あとファンクラブだったりとかで開かないようにっていうのを心がけているので、何か私がした時には一緒に楽しんでもらえたら、できる範囲でいいんですけどね、楽しんでもらえたら嬉しいなって思いますし、変わらずずっと応援してほしいなと思います。まあみんなもいろんな時間が増えていろんな趣味ができて、そっちに忙しくなっちゃうことは全然あると思うんですけど、でもやっぱりファンの人って本当に特別な存在なので、私はもうこれからもお互いああだこうだいろいろ言い合いながら、でも尊重はしつつ一緒に年は重ねていきたいなって思いますね。だから本当に毎日毎日こうファンクラブではね、コミュニケーション取るのが今マイブームになってて、今日こんなこと思ったよとか、本当些細なことをねファンクラブでつぶやいたりして、それにみんながこう返信くれたりして、それ読んでたりとか、あとみんなが今日はここに行ってきます、これしてきますとか、土日とか報告してくれるのとか、すごい私はすごい好きなので、皆さんが好きでいてくれてる限りはお互い尊重し合って仲良くしていきたいなと思います。よろしくお願いします。というわけでこれで終わりました、質問が。でこれをよりもっといっぱい来てたんで、ちょっとね削った質問もいっぱいあったんですけど、質問してくださった皆さんありがとうございました。バイバーイ。